アビットエブリウェアは、アビットテクノロジーが2013年に発表したビジョン。個人から、企業、ポストプロダクション、放送局、教育など、様々な分野でデジタルコンテンツを扱うクリエイターが、効率的に制作、配信、収益化できるようにするための制作環境を提供し、その制作者と視聴者を結びつけるというプロセスを促進することを目的としたビジョン。 そのために、アビットが共通のサービスプラットフォームを構築し、ユーザーが、コンテンツ制作やアセットの共有、管理、コラボレーション、販売が行えるアプリケーションやサービスを提供する。そのアビットエブリウェア・ビジョンのベースとなるプラットフォームは、アビットメディアセントラルプラットフォームと呼ばれる。また、その代表的なアプリケーションとして、アビットメディアコンポーザーとプロツールズがある。 アビットメディアセントラルプラットフォームのソフトウェア、開発キットやアプリケーションプログラミングインターフェースは公開されており、ユーザーやメーカーは、アビットアプリケーション向けのプラグインやハードウェア、クラウドサービスなど自由に開発を行い、アビットマーケットプレイスを通じて販売も行える。また、メンバー間でより深いレベルで、コラボレーションや連携を討議するコミュニティの場として、 アビットカスタマーアソシエーションが設立されている。このアビットカスタマーアソシエーションが主体となって、毎年なぶ小期間中にアビットユーザーが集う、アビットコネクトが開催されている。ありがとうございます。